はい、仙地王の墓ですね。まあ、仙丸って名前なのかもしれませんけど、まあ、一般的には奥平仙地王と最後の地と、処刑された3人のうちの1人ですね。今お風のお墓行ってきましたけど、まあ、なんで離れ離れにね、わざわざ葬らなくてもいいかなと思うんですけど、3人一緒でもいいかなと。ちょっと見てみましょうか。まあ、ここはねかなり立派ですね。墓石がもう歴代城主みたいな、やっぱりあの地元のね方が、かなり整備されている形で、はい、これも立派ですよね。お風に比べたら本当にちょうど場所的にもねいいところですけど、まあ、ここに同じことが書いてありますね。作で奥平定義と、佐田正後の長篠長主、武田甲府下の船長らを武田へ一つ、要するに人質にしてたんですよね。それをまあ裏切ったんで殺されてしまったと、そういうことですよ。金剛堂前で処刑、これはお墓で、ここで死んだ最後の地って書いてありますけど、まあ、あの処刑された場所はあの金剛堂の前と、そこで、切られたんでしょうね。でお墓としてはここに埋められたと、ここに埋まってるということになります。これが古いことが書いてありますね。まあ、徳川氏に就いたことでね、奥平氏もねその後の発展があって、こういった犠牲になった人たちもいたということですね。